迷える子羊よ、今日はどんな悩みを持って来られたのですか？私、全然いい人と巡り合えなくて、将来結婚できるか不安で。かしこまりました。水晶玉よ、この乙女の未来を見せたまえ。見えました。安心してください、あなたは結婚をします。本当ですか？はい、しかも3回。3回？今から4年後、あなたは職場恋愛を実らせ結婚をします。職場恋愛？そしてその2年後、相手の浮気が発覚し離婚に至ります。2年で離婚しちゃうんですか？その5年後、同窓会で再会した同じくバツイチの同級生と再婚。しかし相手のアルコール中毒により離婚。同級生、アルコール中毒。5年後、マッチングアプリで知り合った男性と再婚。子宝にも恵まれます。子供作れるんですね、よかった。子供はすくすくと育ち、大学に進学します。夫は定年退職し、2人きりの時間が増えた結果関係が悪化、熟年離婚に至ります。私、結婚向いてないんだな。